省エネの達人企業編。今回は自然豊かな東京都青梅市にある金属加工メーカー大越精密株式会社の省エネを紹介します。昭和26年の創業以来、こだわっているのが高い精度と品質。自動車をはじめとするさまざまな部品の金型設計からプレス加工までを請け負い、低コスト短納期を実現しています。今回の達人による省エネ術はこちら。空気のコントロールで電気使用量 14% 削減。どんな取り組みをされてるんでしょうか。早速伺ってみます。こんにちは。こんにちは。達人の大越さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。今回の達人は専務の大越健一さんです。浜口調査員達人の案内で工場内へ。達人、はい、大きな機械がたくさんありますね。そうですね、はい、こちらは何をする機械なんですか。まあ、はい、こちらはプレスと言いまして、はいはい、板状のコイル材をですね流しまして、まあ、穴を開けたり曲げたりして最終的に一つの製品にするような機械なんですね。会社には工場が2つあり、こちらの第2工場では大型のものと小型のもの合わせて10台のプレス機を稼働させています。一方第1工場には金型を製作するための複数の機械が。達人、はい、これだけの台数、そしてこれだけの大きさがありますと、はい、かなり消費電力高そうですね。そうですね、はい、まあ、こちらの機械なんかマシニングって言うんですけども、はい、まあ、あのエアー使ってまして。エアーということは、はい、空気を使ってるんですか。そうですね、あのコンプレッサーっていう機械を使ってまして、はい、まあ、そちらのコンプレッサーの使い方を工夫して、うん、まあ、あの省エネ対策を考えました。2つの工場には1台ずつ圧縮した空気を送り出すコンプレッサーが設置されています。以前はいつでも圧縮した空気が使えるよう、機械が止まっている時も常時コンプレッサーを稼働させていました。達人はコンプレッサーと機械の間に圧縮した空気を貯蔵するタンクを設置。こうしてタンク内の空気が減った時のみコンプレッサーを稼働するようにし、無駄な消費電力を削減することができました。達人、はい、これ銀のシートが貼ってありますけど、はい、これは何ですか。これはね、断熱シートでして、はい、どうしてもこう塩ビのシート貼ってますんで、はい、ここにこう熱がかなりこもるんですね。で室内までその熱が結構こう入って、それを防ぐために、うん、まあ、ちょっと工夫して貼ってみたんですけどね。はい、また倉庫と作業スペースの間にビニールカーテンを設置することで倉庫側からの熱を遮断。達人は遮熱シートとカーテンで熱い空気の侵入を防ぎ、エアコンの設定温度や稼働を抑えました。こうして電気使用量 14% 削減を実現しました。設備を見直し改善する一方で、断熱材やカーテンを使った小さな努力を積み重ねることによって大きな省エネ効果を生み出していました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。